皆さん、こんにちは。修理場団の原翔太郎です。今日は中澤警察署の一日警察署長として講演をさせてもらいます。今日はよろしくお願いします。それではよろしくお願いいたします。皆様の拍手をお願いいたします。あらかじめ配布したクイズを今から私たちと一緒に解いていきましょう。なお、今回配布したクイズ用紙の右上の番号はプレゼントの抽選番号となりますので、最後までお楽しみください。それでは第1問財布を落としたので警察に届いてないから110番通報をした、丸か×か、丸という人は手を挙げてください。×という人は手を挙げてください。×の方が多いですね。笠原署長、正解は？正解は、これは×です。そうです、正解は×です。110番は事件・事故などを通報するための専用電話ですので、今回は事件や事故ではなく落とし物に関することなので近くの警察署に問い合わせるようにしてください。それでは第2問110番通報したがすぐに出なかったので電話を一旦切ってから再度110番をかけ直した、この問題はどうでしょう。丸という人は手を挙げてください。×という人は手を挙げてください。こちらも×の方が多いですね。笠原署長、正解は？はい、正解はこれも×です。正解は×です。かけ直さずにそのまま待っているとつながるようになりますので、110番の受付が空き次第順番に接続する仕組みとなっています。110番通報したときには書き直さずにそのままお待ちください。続いて第3問子供が高熱を出したので110番通報をした、丸という人は手を挙げてください。×という人は手を挙げてください。圧倒的に×の方が多いですね。笠原署長、正解をお願いします。はい、正解は×です。こちらも×です。先ほどお話ししたように110番は事件・事故の専用電話ですので、急病人は消防機関に通報するようにしてください。では次、第4問道路に人が倒れているのを目撃した、怪我はしていないようだが110番通報をした、これはどうでしょうか。これは少し難しいですかね。丸という人は手を挙げてください。×という人は手を挙げてください。半分半分くらいですね。笠原署長、正解をお願いします。正解は丸です。こちらの問題は正解は丸です。この問題の場合、倒れている人が急病人と特定されていれば119番をするのが正解だと思いますが、何らかの犯罪被害者かもしれません。警察から救急要請もできますので、警察への素早い通報が事件の解決につながります。ですのでこちらの問題は正解が丸となります。さあ最後の問題となりました。第5問帰宅したところ窓ガラスが割られていた、犯人は見ていないが110番通報した、丸という人は手を挙げてください。×という人は手を挙げてください。皆さん丸が多いですね。笠原署長、正解をお願いします。正解は丸です。
こちらは正解は丸です。事件事故は110番通報してください。この問題の場合、まだ犯人が家の中にいるかもしれません。犯人がわからない場合でもすぐに通報してください。現場に行った警察官が犯人を捕まえるために必要な捜査をします。これで全て終了になります。に従ってゆっくり前にお詰めください。頑張ってください。まもなくキャンペーンの啓発品の配布を終了いたします。ただいま啓発品なくなってしまいました。大変申し訳ございません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。今日クイズやったように、そうですね、適切な110番の利用をしてもらえたらなと思います。また、僕自身も、今シーズン、去年以上に勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。皆さん拍手をお願いいたします。